はい、ということでね、空港着いてそのまま直行で、マラテの方に向かってます。はい、ということでマラテでは誰が待ってくれてるんでしょうか。はい、ご期待ください。まあもう情報漏れてますかね。はい、黄色で信号行ったもんですからポリスさんに煽られました。はい、マビンに入ってます。はい、待ち合わせ場所はどこでしょう。よいしょ。まあ小箱がいろいろ開いたとはいえまだまだ暗いですよね。あのまあでもちょっとはマシになってきますか。開いてます。おお、たくさん開いてますね。はい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 。何かあったかな、ポリスが。何かあった。あったっぽいような見てるだけか。はい、ということでね、ここの信長さんの方ね寄らせてもらいますけど、パーキングがないな。これパーキングがないな。はい、ということでね、マラテ着きましたら、なんと視聴者のねイタリーさんとデーブさんと運び屋リオくんがね、待っていてくれてお会いすることができました。この1日しかなかったんで良かったです。それからこのコード、久しぶりのマラテウォーキングをしてます。マラテウォーキング、もう空港着いてその足で、まあちょっとこんな感じでね、1ヶ月来ない間にもう小箱がどんどん増えてます。すごいな。ああ、ここも、はいはいはい、純子の前、ニューヨークの前、はい、ボコボボコボボコボ、ここの店、はい、はい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 、日付が変わってしまいました。だいぶ1ヶ月前と比べて活気が戻ってきてます。マラテちょっとね、よいしょ、信長さん行ってその後、初めての小箱を行ってきました。あの新しく開いたね、初めての小箱を行ってきましたけど、なかなか、はい、こんな感じです。ということで、到着してそのままマラテに来て、はい、これで戻ります。
だいぶリノベーションしだしてますね。はい、ということでね、フィリピン入国後そのままマラテに直行した動画でした。皆さんとね、合流させていただきまして、短いひとときでしたが、マラテで会うことができました。はい、これでもう帰ってるんですけども、この翌日ね、もう睡眠時間2時間でまた次の行動に移っております。その動画また、この後ね上げていきます。はい、ということで、いつもありがとうございます。